金魚妻で平賀さくら役を務めさせていただきました。篠原涼子です。ハルト役の岩田貴則です。はい、僕たち2人でシーンを見ながら金魚妻の舞台裏を語っていきたいと思います。はい、乗った。俺もです。そうなの？はい。いつでも乗れるって思ってたんで。私はいつか乗りたいなって思ってた。なんかさくらという平賀さくらのその主人公の役もやはりあの船を見ながらいつかああいう風な開放的な気持ちで乗ってみたいなっていうのが夢だったっていう風にシーンの中でセリフで言ってるんですけど、うん、実際私シーンもそれが乗ったことなかったんで乗れてあらっきーみたいな感覚で共感する思いで乗れたかなって感じで、うん、普段ね自分たちでは行けないじゃないですか、はい、で、まあ、こういうロケっていうところもあるからこそ、うん、唯一乗れるなっていう風に思って、うん、気持ちよかったですよね。気持ちよかったですね、うん、これに乗ったらどこに行けるんだろうって思ってもただひたすら立ち止まって眺めてただけ。わちょっと待ってやめてよ、恥ずかしいじゃん。いやでもなんかあそこでハルトがなんかこう、はい、さくらの気持ちを察して走ってわーって叫ぶとこのシーン、うん、あれがやっぱりね普通の人がやったらちょっと引いてしまうかもって思うけどやっぱりこう岩田さんだからできるという、いやいやいや、そのなんかこう可愛らしさと男らしさが入り混じってる人がやるからいいなっていうようなまあこのシーンは本当に私すごい好きに勇気づけられたなっていう、うん、まあ、言ってることの内容とかはね結構こうリアリティというよりはドラマだからできるっていうシチュエーションかもしれないんですけどね、うん、ちょっと照れくさいですね、うん、確かに一回思いっきり吐かないと息は吸えないんですよ。俺そばにいますから。なんか叫びたいことない？ありますよ。何？言いたいけど言えないこと。腹減ったー。ちょっとじゃあハイボール飲みたい。着るから恥ずかしいね。ハイボール飲みたいとか、まあ、シーン終わりのなんか砕けたところは結構そういうところはなんか結構岩田さんがこうバーってやってくれてそこはすごい救われて、いやいやいや、ああいう時ってこう私アドリブが効かない人間だから、え、本当ですか？だからなんか言えないなっていうか出てこないなみたいなところを、ね、岩田さんがバーって言ってくれるんでそこら辺はすごくフォローされたっていうか、いやいやいや確かに、なんかこういうカットがかからないカット時のなんかお芝居求められること多かったですね。多かったよね、本当に。結構ふざけ合ってましたもんね。ふざけ合ってた、意外と楽しかったけどね。はい、
心配になってしまって。綺麗ですよね。こうもうなんていうか、照明だったりとかも。そう、本当にね、照明さんも技術チームがね、本当に力をかけてくださったので、後ろのねビルとかのね明かりとかも本当になんか夜景見たくなってて。そうですよね、うん、なんかイルミネーション見たくなってて、うん、すごい素敵だった。ダメだ、たくましく泳ぐなんて。またハルトもわざわざこう追いかけてきてくれて、抱きしめる時のあの瞬間とかも、傘をねパンってやって、はい、そうそう、傘の処理とかそうだ、いろいろ相談してたな。そうだよね、はい、どっちに置いたら綺麗に見えますかねみたいな話言ってたね、そういえば、はい、言ってました。やっぱり雨すごかったですね。雨の量が、雨しかもそもそも降ってましたよね。降ってました。あの日降ってたけどまだ足りないということで、うん、はい、雨降らしをしたんですけどね、その量がちょっと笑って心配になりましたもん。ちょっともうびっくり、痛かったね、はい、氷でも降ってんじゃないかって。真夏だったけど寒いですよね。寒かった。ちょっと時間が経つとすごい寒くて、もうなんか逆にもう気にならなくなっちゃいましたよ ね。そうだね、なんか最初だけ濡れないようにとか言ってたけどもう一回降らした後はもうあとはなされるかも。それを忘れさせるくらいのいいシーンでしたね。うん、ですね、うん、台本見た時にいいなこういうシーンはってすごい思いましたね。このシーンやるのはすごく、うん、なんか桜にとっても初めて、なんだろうな、自分自身の言えなかった閉ざしてた気持ちを初めてこう旦那さんに向けてこう表現するというか対抗するっていうところのシーンだったので、すごく大事にしてやりましたね、うん、確かこれもなんかそのお互い走ってるみたいな、シーンをこうカットバックで入れる案もあったような気がしたんですけど、それやるとすごい予定調和っぽくなってしまうんじゃないのかなっていうのもあったんで、やっぱりこう桜さんがこう顔を上げた瞬間に、うん、いてくれるっていう方がいいシーンになるんじゃないのかなみたいな話があったのを覚えています。はい、並木監督とそんな話をしたりとかして。あ、そっかそっか、はい、ここにいたんだ。もうご飯食べた？連れ戻してきちゃった。金魚は自力じゃ逃げられないもんね。どうしたの、ハルト君？なんかあった？うん。何でもない。キュンキュンしてました。本番が始まる前の、まあ、リハーサルですね、やるんですけど、リハーサルが終わってるのにもかかわらず、ちょっとよくわかんないからもう一回このシーンやってみていいですかってまあ冗談ですけど、まあ本当に、うん、なんかすごく素敵なシーンだなって思いますね、うん、キュン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 しましたね。そうですね、なんかセリフのあるシーンじゃないですよね、うん、全然なんですけど、表情とね、ハグだけで。いくらお芝居だとしてもやっぱりこう体温とかぬくもりとかってすごくやっぱりこう、うんうん、なんか温かみをやっぱ感じますよね、うんうん、それでなんかこう自分自身もまたどん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 表情とか
雰囲気とか抱きしめ方とかも変わってくると思うんで、うん、やっぱり触れてみたりしてみないとなんか感じて分かんないかったりするなと思って、うん、はい、だから本番までこういうのやなかったもんね。確かになかったですよね、うん、だからこういうシーンの積み重ねでこうどんどんストーリーが、うん、2人のストーリーが進んでいくんで、なんかさっきの大雨のシーンもそうですけど、うん、この屋上のシーンもそうだし、表情のだから芝居の積み重ねがすごく大切でしたよね、うん、どん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 なんかリラックスできたもんね。そうですね、まあ本当この作品は、うん、なんか女性目線でも男性目線でも置き換える、うん、置き換えられる作品だなって私は思ってて、うん、だから求める人はきっと夜な夜なお子様が寝静まった時になんかちょっとこっそりと見たくなる作品なんじゃないかなってう、ね、うん、なるべく音量にお気をつけてそうそう、はい、ヘッドホンとかしてね、はい、ヘッドホンとかしてちょっと間違えられちゃったり、はい、ちょっと実家のリビングだけは気をつけて、隣の住人の人にあれって思っちゃったりとかする場合もあるかもしれないけど、はい、ちょっとそこら辺気をつけていただいてです、ね、はい、楽しめる作品ですね。そうですね、金魚妻はNetflixで配信中です。ぜひご覧ください。